ミヒャエル・ボルゲムと死の武闘1493年、版画、生に対して圧倒的勝利を勝ち取った死が踊っている姿、14世紀の国死病の流行は全ヨーロッパに死の恐怖を引き起こした。感染症の歴史では、世界の歴史において、特に後世に社会的、経済的、文化的に甚大な影響を与えた感染症について記述する。 医学は感染症の対策や治療の探求により発展してきた。感染症は民族や文化の接触と交流、ヨーロッパ世界の拡大、世界の一体化などによって規模が拡大していった。病原微生物内し病原体が人や動物の体や体液に侵入し、定着、増殖して、感染を起こすと組織を破壊したり、病原体が毒素を出したりして、 体に害を与えると、一定の潜伏期間を経た後に病気となる。これを感染症という。類義語として伝染病があるが、これは伝染性を持つ感染症を指している。また、伝染性を持つ感染症の流行を薬病と呼んでいる。感染症の歴史は、生物の出現とその進化の歴史とともにあり、 有史以前から近代まで人の疾患の大きな部分を占めてきた。感染症や薬病に関する記録は、古代メソポタミア文明にあっては、バビロニアのギルガメシュ女樹脂にすでに4最悪の中の一つに数えられ、同時期のエジプトでもファラオの遺構は、悪役の年における薬病神に比較されている。中国にあっても、紀元前13世紀における、 甲骨文字の刻された考古資料からも薬病を潜伏する文言が確認されている。日本においては平安時代には薬病の収束を願う神事が全国で行われていた。最悪に対する人々の対応は歴史的、地域的に様々であったが、その一方で人々の行為、行動の背景となった薬病感、死生感、信仰、哲学、 科学の発達などを考察することにより、人類の歴史や経済、社会のあり方への理解を深めることができる。抗成物質の普及や予防接種の義務化、公衆衛生の改善などによって感染症を過去の脅威とみなす風潮も見られたが、体制菌の拡大や経済のグローバル化による新興感染症の出現など、一時の楽観を覆すような、 新たな状況が生じており、今なおその脅威は、人類社会に大きな影を投げかけている。イブンシーナー感染症の伝染性を発見したのは、イスラーム世界を代表する医学者で、サーマーン町出身のイブンシーナーであった。医学天半において隔離が、感染症の拡大を止めること、体液が何らかの天然物によって汚染されることで、 感染性を獲得することを記述している。ただし、その物質が病気の直接原因になるとは考えていなかった。レーウェンフック14世紀にナスル朝で活躍したイブン・アル・ハティーブは、イベリア半島のアンダルス地方における、国史病の流行において、衣類、食器、イヤリングへの接触が発症の有無を左右していることを発見した。これを受けて、イブン・ハーティマは、 感染症は微生物が人の体内に侵入することによって発症するとの仮説を打ち立てた。この考えは16世紀イタリアの修道士で科学者のジローラモ・フラカストロの著作、梅毒あるいはフランス病や伝染病についてによりルネサンス期のヨーロッパにも広く受け入れられた。フラカストロは伝染病のコンタギオン説を唱え、 バイドクやチフスという病名の命名者となった。病原体について、それを人類が初めて見たのは、形態的には1684年のオランダのアントニファン・レーウェンフックの光学顕微鏡による細菌の観察だと言われる。レーウェンフックの顕微鏡の改良により、細菌を肉眼で容易に観察できるようになった。昔の顕微鏡を描いた旧東ドイツの切手。 初期の感染症研究には顕微鏡の発達が不可欠であった。1838年に細菌を意味するラテン語バクテリウムが出現しており、病原体が現在のように判明してきたのは19世紀以降のことであって、フランスのルイ・パスツールやドイツのロベルト・コッホに追うところが大きい。パスツールは病気の中には 病原体によって生じるものがあることを証明し、狂犬病のワクチンを開発した。そして、コホは、1875年、感染力のある病原体としての細菌である炭素菌を、光学顕微鏡を用いた観察によるものとして、初めて発見し、また、感染症の病原体を特定する際の指針として、 コッホの原則を提唱して近代感染症学の基礎となる科学的な考え方を打ち出した。日本でも北里柴三郎が1894年にペスト菌を、志賀清は1898年にセ赤リ菌を発見している。なお、主な薬病菌の発見は以下の通りであり、19世紀紅葉から20世紀初頭にかけての時期に集中している。 光学顕微鏡では観察できない極小のウイルスの発見は最近よりも遅れ1892年のロシアの植物学者トミトリー・イワノフスキーによるタバコモザイクウイルスの発見が最初であったウイルスによる感染症にはインフルエンザ、抗天性免疫不全症候群、エボラ出血熱、黄熱、狂犬病、 重症急性呼吸器症候群中等呼吸器、症候群デング熱、自家熱、天然痘、風疹、急性開白髄炎、マシン、陰血結膜熱、マールブルグ出血熱、ラッサ熱、ウエストナイル熱、日本農炎、水痘、帯状疱疹、新型コロナウイルス感染症などがある。ウイルスは、代謝系を持たず、細菌のように栄養を摂取して、 エネルギーを生産するような生命活動は行わない。自己増殖できず、達成物の細胞に寄生することによって増殖し、エネルギーは宿主細胞の作るそれを利用し、大きさは細菌よりもはるかに小さい。ウイルスの観察には電子顕微鏡が必要である。フレミング細菌による感染症は1929年に、 初の抗生物質であるペニシリンがイギリスのアレクサンダー・フレミングによって発見されるまで根本的な治療法がなかった。抗生物質は多細胞生物が遺伝子が膜で被覆される真核細胞であるのに対し細菌が遺伝子が膜で被覆されない幻覚細胞であるという違いを利用して細菌にだけに効くようにした薬品である。1935年 ドイツのゲルハルト動膜は、初の広域合成抗菌薬であるサルファ薬を開発、発表した。サルファ薬は、生物由来ではないため、抗生物質とはされない。抗生物質とサルファ薬の開発は、感染症治療に、新しい地平を切り開いた。なお、サルファ薬に、ーマラリア作用があることは、動膜自身によって確かめられており、ニューモシスチス肺炎。 MRSA、反戦脂病、尿路感染症や前立腺炎、ノカルジア症といった感染症には治療用としてサルファ薬が用いられる。一方、ウイルス感染症には抗生物質が効かず、今なお患者自身の免疫に頼らざるを得ない部分が大きい。ウイルスが感染した細胞は増殖したウイルスが細胞外に出ていくことによって死滅し、 さらに別の細胞に入り込んで増殖を続ける。宿主細胞が次々と死滅することに耐えられない患者は死亡するわけであり、したがってウイルスにとっては他の個体に感染させ続けることが生き残りのための条件となる。こうしたウイルスの増殖を抑えるために開発されたのが抗ウイルス薬であるが、細菌や原虫など細胞を有する生物とは異なり、 個々のウイルスの分子生物学的な形質は極めて多様であり、感染力も種類によって異なる。それゆえ、それぞれのウイルスに応じた治療薬が必要である。例えば、インフルエンザに対しては、オセルタミビル、ザナミビル、ペラミビル、ラニナミビル、アマンタジンなどといった抗インフルエンザ薬が知られており、日本で開発されたファビピラビルは2014年に、 西アフリカで大流行したエボラ出血熱の治療にも効果があることが認められた。ワクチンは無毒化したウイルスを体内に入れることによって免疫力を高め実際に感染した際に急激にウイルスが増殖することを抑制する医薬品である。天然痘ウイルスについてはアジア地域においては古くから人痘接種法が行われてきた。 1796年、イギリスの医学者、エドワード・ジェンナーは初めて主導を行い、これが天然痘根絶への道を開いた。この後、ルイパスツールらによって予防接種の概念が広く行き渡るようになった。1950年代、ジョナス・ソークとアルバート・サビンの二人はポリオに有効なワクチンを開発して、後にこれをほぼ制圧することに成功した。 ポリオイルスとの長期にわたる戦いの中で築かれてきたゴールドチェーン、マイクロプランニング、サーベイランスシステム、緊急オペレーションセンターといったインフラストラクチャーは他の感染症を予防、制圧する上でも大きな役割を担っている。人類はその誕生以来疾病に苦悩してきたと推測され、長い狩猟、最終生活の中でチンパンジーからマラリア、 オナガザルから応熱病、犬か哺乳動物から狂犬病といった感染症に罹患した可能性がある。ただし、小集団で行動し、人口密度の希薄な時代にあっては、感染集団が全滅するなどしてしまえば、それ以上感染が広がることはなかったものと見られる。その後、農耕が開始し、あるいは定住生活へと移行して集落が発生し、人と、 人、さらに人と家畜が接近して生活するようになると、人間と感染症の関係は、劇的に変化した。紀元前8000年頃、西アジアでは羊、ヤギ、豚の飼育、すなわち牧畜が始まっているが、人型コロナウイルスが出現したのは、その同時期だという説もある。インフルエンザやコロナウイルス感染症などは、野生生物の世界で流行していた。 感染症が人類の間でも流行するようになった人従共通感染症なのである。牧畜の開始によって動物との接触が増え、農業の開始によって定住化が進行し、都市が形成されると感染症の流行が頻繁に起こるようになった。旧約聖書や新約聖書、古代中国文明やギリシア文明の古典、ベーダをはじめとする古代インドの文献には、 結核、ハンセン病、これら、天然痘、マラリア、インフルエンザ、マシン、ペスト、狂犬病、肺炎、トラコーマと考えられる様々な症状の感染症が登場する。農業の開始が感染拡大に大きな影響を与えた感染症にはマラリアや重血吸中症がある。灌えのために作られた水深の浅い水路やため池は昆虫や 巻貝などの宿主の住み所となった。蚊が媒介するマラリアは農業の開始とともに人々の間でも流行が始まり、およそ4800年前から5500年前の古代エジプトのミイラからもマラリア原虫の DNA が見つかっている。中血球中は河川や故障に生息し、巻貝を宿主とする生活史を営んでいるが、 メソポタミアやエジプトにおける初期の農耕社会で、すでに蔓延しており、日本には、水田工作とともに、弥生時代に持ち込まれたと考えられている。東アジアと、西アジア、地中海世界をつなぐシルクロードは、絹や漆器、紙などを製法に、宝石やガラス機、金銀細工や、絨毯などの文物を東方にもたらしたが、同時に、様々な感染症を交換させた。 天然痘やマシンは西から東に運ばれ、ペストは東から西へともたらされた。こうした感染症に対し人々は免疫を持たなかったので、東西でパンデミックが生じ多くの人命が失われた。シルクロードの東西それぞれの起点となった官傾国と古代ローマは大人口を抱えて繁栄した当時の超大国であったが、2世紀以降、 時を同じうして感染症の大流行が発生し、人口が激減し、帝国の分裂と混乱を招いた。11世紀以降繰り返された十字組遠征、また、それによって活発化した交易もまた、ヨーロッパ大陸にペスト菌による感染症拡大をもたらしたと考えられる。13世紀のユーラシア大陸で巨大な半島を有することとなったモンゴル帝国では、 シルクロードの大部分が支配下に置かれることとなり、ユーラシアを横断する交易を一層拡大させたが、感染症もまた東西に拡散されることとなったのである。緑の地域が大航海時代の新世界、コロンブス交換は1492年の後、発生した東半球と西半球の間の植物、動物、食物、奴隷を含む人々など人大で、 広範囲にわたる交換を表現するときに用いられる言葉で1492年のクリストファー・コロンブスの新世界の発見にちなむ。その結果、トウモロコシとジャガイモは18世紀のユーラシア大陸で極めて重要な作物となり、ピーナッツとキャッサバは東南アジアや西アフリカで栽培されるようになるなど、世界の生態系、農業、文化の歴史において、 重大な出来事となった。ただし、ここでは、多くの感染症もまた交換されることとなった。すなわち、これらインフルエンザ、マラリア、マシン、ペスト、昇降熱、睡眠病、天然痘、結核、腸チョーチフス、黄熱などが、ユーラシアとアフリカから、アメリカ大陸へもたらされた免疫を持たなかった。先住民はこれらの伝染病によって激減した。 アメリカ大陸には、スペインやポルトガルをはじめとして、ヨーロッパ各地から多くの植民者が渡ったが、スペイン王室は植民者に先住民支配の信託を与え、征服者や入植者に対し、その功績や身分に応じて、一定数の因利を割り当て、一定期間刺激する権利を与えるとともに、彼らを保護して、カトリックに回収させることを義務付けた。 これが円込み円打ン製である。間もなく先住民を刺激して鉱山で金や銀を掘り出し、カリブ海域では砂糖キビの栽培が始まった。どちらも現地の人々のためではなくヨーロッパ大陸における需要のための生産であった。先住民は過酷な労働条件と感染症のために激減し、深刻な労働力不足に陥った。 これを補うため、ヨーロッパ人は、黒人奴隷をアフリカ大陸に求めて、奴隷貿易が始まった。ここに、西ヨーロッパ、西アフリカ、南北アメリカ大陸を結ぶ人と者の,の貿易連鎖、いわゆる三角貿易が成立し、大西洋を挟む四大陸の間に、大西洋経済と呼ばれる世界システムが、形成されていった。一方、アメリカ大陸より、 旧大陸にもたらされた感染症には人獣共通感染症であるシャーガス病、性病として知られる梅毒、五種黄熱がある。ヨーロッパの薬病が新大陸で猛威を振るった顕著な例として1545年から1548年にかけてのメキシコでの大流行があり、この時メキシコ中央部では 先住民の約8割が死亡したと言われる。征服から一世紀経った後、メキシコの先住民の人口は征服直前のわずか3%に過ぎなかったという資産もある。コロンブス交換はアメリカ合衆国の歴史学者アルフレッド・クロスビーによって唱えられた用語である。常述のように、それは、 ヨーロッパとアメリカ大陸との相互の疫学的条件の均質化をうちに含んでいるが、これをフランスのアナール学派に属する歴史家エマニュエル・ルロワ・ラディュリは最近による世界の統一という表現を用いて説明した。下に掲げた他にもサシチョバエ類によって媒介されトリパノソーマ化の原虫リーシュマニアの感染を原因とするリーシュマニア症や カメムシモクサシガメによって媒介され、夕暮れのゾアキネトプラスト類に属する、ベンモウムシトリパノソーマクルージを、病原体とする、シャーガス病などの寄生虫病が知られる。重血吸虫症の起源は古く、感慨網を整備した、メソポタミアやエジプトの初期濃厚社会で、すでに蔓延していたと見られ、マラリアと並んで、濃厚生活の広がりによって拡大した、感染症である。 河川や湖床に生息する巻貝が中間宿主となり、人には生水を通して感染する。重血吸中の補注者は慢性的な嫌胸の痛み、疲労感、下痢を訴えることが多く、中乱が、膀胱や、尿管の粘膜に集まるため尿路にも障害が生じる。フランスの英雄、ナポレオン・ボナパルトは尿道の激しい痛みを持病としていたが、従来、 その原因は、尿路結石とされていた。しかし、その症状記録を試催に検討した、専門家は、18世紀末業から19世紀初頭に、かけてのフランス軍のエジプト遠征の際に感染した、ビルハルツ重血球中症の可能性が高いと、報告している。アフリカや中東にかけては、ビルハルツ重血球中症が、今なお流行しており、ダムや、 灌漑水路の普及とともに、ますます拡大している。エジプトでは、1970年完成のアスワンハイダムの貯水開始とともに感染が爆発的に拡大した。日本重血球中卵日本には、水田工作とともに、弥生時代に持ち込まれたと考えられている。日本重血球中症は、日本、中国、フィリピン等で見られる、重血球中症の一種で、 ミ合いりがという巻貝を中間宿主として成長した寄生虫が経費感染によって人や牛、猫などに感染することによって発生する感染症である。日本では古くから甲府盆地底部一帯や筑後川流域が利病地域として知られてきた。特に山梨県下では地方病と称されて地域特有の気病とみなされてきた。1904年に 桂田藤郎が、甲府市でこの寄生虫を発見し、1913年に、宮入慶之助と鈴木実が、佐賀県鳥栖市において、寄生虫の中間宿主がオンコメラニアであることを発見したため、病名に、日本の名が付されることとなった。中国湖南省調査市の全館大の墳墓である、馬王大遺跡のミイラから、 日本重血球中の生活痕跡を検出したことから中国においてこの感染症の流行は極めて古くからのものであることが確かめられている。中国では1950年代初頭四川盆地を含む長江流域や関東省、福建省、雲南省など広範な地域で日本重血球中症の流行が顕在化し患者数は 約3200万人に上ったと推定される。中華人民共和国では、建国以来、大衆動員によって古いクリークを埋め立て、新しいクリークを改作する方法によって、オンコメラニア対策が取られ、1958年には、厚生省予行券での成功にちなんで、当時の中国共産党の指導者、毛沢東は、総恩信と題する漢詩を作っている。 日本重血球中症は今日でも中国やフィリピンを中心に年間数千人以上の新規感染患者が発生しているが日本では1978年に発生した山梨県の罹患者を最後に新規感染者が確認されておらず1996年には山梨県知事の天野県によって地方病収束宣言が出された マラリア原虫を媒介する浜だらか単細胞の寄生虫であるマラリア原虫が赤血球に寄生して起こる感染症で摂氏40度前後の発熱やおかんなどの症状を伴い頭痛や吐き気をも要すこともある。熱系により3日、熱、4日、熱、定期性のない熱帯熱に分けられる。熱帯、亜熱帯地域に多く日本では怒りとも呼ばれた。 マラリアの起源は古く、農耕生活の始まりに遡る。人に感染するマラリア原虫には6種あり、うち5種はゴリラやチンパンジーなどアフリカ産霊鳥類に起源を有している。残り1種は2004年にボルネオ島で見つかったサルマラリア原虫でカニクイザルなどアジアに生息する魔クを自然宿主としている。 蚊の中でハマダラカの一部の種だけが病原体を媒介する。メスのハマダラカが感染者の血液を吸い、別の人を刺すことによって広がる。通常、蚊に刺されて10日ないし14日の潜伏期間を経て、発作上の発熱がある。効果的なワクチンはないが、コマラリア剤で治療できる。従来、長きにわたって、キニーネが特効薬とされてきたが、 後にアテブリミアプラスモ品が開発された。第二次世界大戦後は、クロロキンの使用が増えている。マラリアは、約1万年前以降、人の生存に大きな影響を与え始めたが、これは新石器革命の開始の時期と、ほぼ一致している。4800年前、ないし5500年前の古代エジプトで作られた、複数のミイラからは、 マラリア原虫の DNA が検出され、ツタンカーメン王のミイラからもマラリア原虫の一部が見つかっている。また、マラリア予防の目的かどうかは不明であるが、古代エジプト最後の女王、クレオパトラ7世が蚊帳の下で寝ていたことが確かめられている。なお、東方遠征で有名な古代マケドニア王国の王、アレクサンドロス3世については、 従来はマラリアによる死亡と考えられてきたが、近年、マラリアが死因でないとする学説が登場している。中国最古の医学書、皇帝内教には、マラリアと見られる疾病の診断法と治療法が記されており、インドでは、最初に農耕が始められたインダス川流域から、高温多湿のガンジス川流域へと高知を拡大していった過程で流行したとみられる。ヨーロッパでは、 地中海地域で流行し、古代ローマでは人口激減の一因にもなった。17世紀から18世紀にかけては、ヨーロッパ各地で数回にわたり、流行が繰り返された。古代ローマ帝国の軍人ゲルマニクス、10世紀の新生ローマ帝国の皇帝夫2世、平安時代末期の平野清盛、堀川天皇、ルネサンス期の文豪、ダンテ・アリエーリ、 室町時代の総一級総順、日本陸軍の長方員であった谷豊、イタリア出身の自転車選手、ファウストコッピなどはマラリアによって死去した人物と見られている。平安時代の日記や記録には、マラリアの流行が幾度も記載されており、厚長新王や藤原頼道は、マラリア感染者であったと考えられる。当時の王公貴族は、多くの場合、カジギ島によって、 病気併与を願った。かやアメリカ大陸には、大航海時代以降、旧大陸各地から持ち込まれた。アメリカ合衆国では18世紀から20世紀にかけて、多い年には10万人にも感染者が現れた。特に首都のワシントン DC は元来承諾地であった。ために、マラリア化が蔓延し、ジョージ・ワシントン、エイブラハム・リンカーン、ユリシーズ・グラントといった。 大統領職にあった政治家も感染を経験している。ロシア革命後の1923年、マラリアは、ウラル山脈より、西側のヨーロッパロシアの地域で流行し、約300万人が感染したと言われる。また、第二次世界大戦中に、沖縄県、特に、八重山諸島で発生した、集団罹患は、特に、戦争マラリアと呼ばれる。ここでは、 救護士らえの簡素な小屋で多数の人々が共同生活を余儀なくされたことからおよそ1万7000人が感染し死者は約3000人に及んだアフリカにおいては現在エイズ、結核と並ぶ三大感染症の一つであり視覚や聴覚を失うなどの後遺症で悩む人も少なくないその感染者は毎年3.5億人から5億人にかけてと 推測され、アフリカでは、子供の主要な死因の一つになっている。2008年3月にマスメディアに流れた、情報によると、ケニア、ウガンダ、タンザニアにまたがるアフリカ大陸最大の湖、ビクトリア湖は、年々水位が下がっており、渓流していたと思われるボートが、陸に上がってしまったり、湖岸であった箇所には幅10メートルないし20メートルの草地が続いていたという。 NASA などの衛星観測データは、ビクトリア湖の水位が、ピークの1998年に比べ1.5メートルも低下しており、1990年代の平均と比べても、約50センチメートル低くなっていると伝えている。その原因としては、高雨量の減少と下流にあるダムへの過剰な流出が考えられている。日上がりかけた水たまりに、 浜だらかのボウフラが泳ぐなど蚊の繁殖に公的な水域が広がり、従来はマラリアが飛流高地だったケニア西部の高地にも多発する傾向が顕著となっている。また、地球温暖化の影響で浜だらかが越冬できる地域が広がったことにより、感染地域が広がる危険性についても指摘されている。日本もマラリア対策に協力しているが、その一つに伝統的な かや作りがある。ペストは、ペスト菌の感染によって引き起こされる、重篤な感染症である。ペスト菌は、日光や乾燥、熱には、弱いが、寒冷や湿潤に強い特性を持ち、従って、動物体内で乾燥を受けなければ長期間の生存が可能で、穀類、重乳、溶水などでも生息する。 ペストは元来ネズミなど月シ類の感染症であるため、一般的には人が感染する以前にネズミの集団の中で流行が見られる。月シ類の個体相互にペスト菌を媒介するのはのみであるが、多数のペスト菌を保持したのみが人の皮膚を刺し、やがて人相互の間でのみが菌を伝播させる。センペストの流行はこのように発生し、のみの多い下記に多く発生する。 しかし、センペスト患者が排血症や肺炎にかかり、核炭の中に、ペスト菌が確認されるに至ると、飛沫感染によって直接的に、また、排泄物や衣類等日用品によって、間接的に、急速な感染拡大が生まれる。これが、ハイペストであり、冬にも多く発生する。そして、ネズミの移動とともに感染も各地に広がる。 ペストはシルクロード交易によって東方から西方に伝わった感染症でローマ帝国最盛期の2世紀マルクス・アウレリウスの治世に300万を超える死者を出している感染はその後も断続的に続き人類はこれまでに少なくとも3度にわたるペストのパンデミックを見ているこれは第1次パンデミック第2次第3次と整理されることも多い ヨーロッパにおけるペストの電波取り分け第二のパンデミックとされることの多い国死病は正確な統計はないが全世界で8500万人当時のヨーロッパ人口の3分の1から3分の2に当たる約2000万から3000万人前後イギリスやフランスでは過半数が死亡したと推定されている中国では1331年の元の時代に 大流行が発生し、1334年には、河北省で人口の9割にあたる500万人規模の死亡患者が出たという。対象などによって、イランやシリア、パレスティナに拡大し、エジプト、さらに、チュニスなどの北、アフリカを経て、ヨーロッパに感染を拡大させた。特に、イランやエジプトでは、消結を極め、人口の3割を、 この時期のペスト感染で失ったとみられる。この時期のヨーロッパにおけるペストの感染爆発には10世紀から14世紀にかけての比較的温暖な気候を背景に起こった中世農業革命と称される技術革新との関わりを指摘する見解がある。それによれば鉄製農具の性能が格段に向上して酸補正が普及し、 食料増産が可能になったものの相次ぐ、開墾によって森林が急速に農地に転用されたため、ネズミの天敵が激減。一方、人口増加と都市の発生により、人間や家畜の排泄物、肉の解体クズゴミの陶器などネズミの繁殖に公的な環境が生まれた。そこに異常気象の発生によって深刻な食料危機が生じ、 人々の抵抗力が弱まっているところに、ペストが蔓延したというのである。ペスト菌の存在がわからなかった時代には、大流行のたびに原因が特定の人々に押し付けられ、魔女狩りが行われたり、特にユダヤ教徒をスケープゴートとして迫害する事件が続発した。1664年から翌年にかけてのロンドンの大駅と称される大流行もよく知られており、 18世紀前半のマルセイユの大ペストも甚大な被害をもたらした流行として有名である。なお、1833年から45年にかけてのエジプトの流行はそれほど大規模なものではなかったが患者が初めて熟練の医師によって科学的に救命された点で画期的な意義を有するものであった。ハンセン病に侵された ゴリングフォードのリチャード歴史上では、レプラ、雷病などと呼ばれてきたハンセン病は、雷菌によって引き起こされる感染症である。感染力は、極めて弱く、器具や動物の介しての間接的な伝染は、ほとんどなく、進行も遅い病気で、皮膚と末梢神経が侵される。遺伝性はなく、現代では、特効薬があり、薬で感知することも判明している。 白い反転が皮膚状に現れるほか、顔面が変形したり、指が欠損するといった幹部の変形を引き起こす。運動麻痺や顔面神経麻痺、発汗異常、眉毛、頭髪の脱落を伴うこともある。そのため、世界史上では感染力が弱口姿勢に乏しいという病気の実態以上に人々に恐怖感を持って捉えられ、あらゆる疾病の中で最も 患者が誤解や偏見に基づいて理不尽な差別にさらされてきた病気である。ハンセン病はまた元来は熱帯フランベジアと同様少人数集団で見られる感染症であり慢性疾患であることから罹患者はすぐに死亡せず感染源として生存し続ける傾向にある。ハンセン病の場合、脳中 微重、唾液などに直接接触することによってのみ感染し、潜伏期間も長く、感染しても発病するのは2から3%と低かったため、来菌に繰り返し接触する機会の多い、同一家庭内で頻発していた。そのため、かつては遺伝性のものと誤解され、しばしば合病とみなされ、患者は汚れた存在とみなされた。一方で、 ハンセン病とそれ以外の重篤な皮膚病を区別することは近代以前においては難しく、ライといった場合、それは単なる皮膚病、感染症というだけでなく、一種の社会的身分を意味していた。イエス・キリストがレプラの患者に触れて治癒させた奇跡の記述が、新約聖書、ルカによる福音書にあり、イエスの絶対愛のあり方を物語っている。日本では、 公明工合が医療施設である製薬院、非伝院を工合群職として設置したほか、大病患者の脳を吸い取り、周期漂う患者の背中の赤を吸った伝説が、史書に残っている。十字軍の東方遠征により、ヨーロッパには多数の天然痘患者とハンセン病患者がもたらされたと考えられている。十字軍遠征において、パレスティナでは、 ハンセン病に罹患した兵士を看護するためラザロ看護、騎士団が組織され、エルサレムのラインでは患者の救済が行われた。なお、英米で知られるエルサレム王国の国王ボードアン4世はハンセン病患者と見られている。ヨーロッパでは13世紀をピークとして流行し、各地にハンセン病の隔離施設ができた。この時代、 全ヨーロッパで1万9000箇所ものハンセン療養所が建設されたと言われる。ハンセン病患者は健常者に対し自分に近づかないよう警告するためのフラベルというカスタネットを携帯することとなっていた。アッシジのフランチェスコ生前にフランチェスコを描いたと言われる肖像一方、中世ヨーロッパに暮らす人々は同胞の苦しみを敬意と共感を持って見つめること。 病人に対する嫌悪感や不快感を乗り越えて、兄弟に対するような慈愛を示すことを教えられ、そのように行動することを求められてもいた。13世紀のフランス王ルイ9世は、ロワイオーモン修道院を訪ねるたびに、病毒のために顔が崩れ、人々の恐怖感の対象であったレプラの患者の、食事の休仕を自ら行うことを自身に課しており、また、 フラベルを鳴らして自分から遠ざかるよう警告した患者に近づきその手に接吻したという逸話が残っている。アッシジのフランチェスコについても同様の話は多数残っている。浮遊な家に育ち放蕩生活を送ったフランチェスコが改心したきっかけはレプラ患者との出会いであったと言われる。レプラの患者は当時病気が発覚した時点で 教会で死者のためのミサが捧げられ、共同体から離れることを余儀なくされ、城壁の外に追いやられた。当時のレプラ患者は、あらゆる社会的権利を喪失した存在であったが、無所有を標榜するフランチェスコからすれば、ここで逆転が生じ、あらゆる権利を喪失したレプラ患者であるからこそ、彼らは、あらゆる権利を所有する存在することとなる。 フランチェスコによって組織された小崎兄弟の会はイタリア半島中部の圧死寺にライムラを建設した。そこでは一つの共同自治が目指され聖書の精神に基づく救済が行われた。日本では古代中世にはこの病気は仏チ、神罰の現れたる穢れと考えられており発症した者は非人身分に編入されるという 不分率があり、一般の人々のみならず、肉親さらに、肝臓からも寄避される存在であった。これにより、都市では、重病者が、各地の秘伝院や奈良の北山十八県湖、鎌倉の極楽寺などの施設に収容され、移植中が供された。北山十八県湖や、極楽寺は、否認救済に尽力した認証を中心とする。 映像は立衆教団によって開かれた施設である。戦国武将、大谷義嗣は、ハンセン病患者であったことが知られ、免停を白い頭巾で隠して戦場に臨んだことはよく知られる。また、社会での自らに対する、石田三成の振る舞いに、義嗣が感激し、関ヶ原の戦いでは三成に味方をする決意をしたと、されるエピソードも著名である。江戸時代には、 発症すると、家族が患者を、四国八十八カ所や熊本の加藤清正、高保倉などの霊場へ巡礼に旅立たせることが多かった。このため、これらの地に患者が多くもの骨をして定住することになった。幕末以降に、日本に訪れた欧米人は、欧米と比べ当時の日本では桁違いに、ンセン病患者の数が多いことに強い印象を受け、 明治維新以降、キリスト社たちが、救いの手を差し伸べた。日本人仏教者の綱脇龍明も、身延深雪園を設立して、来病患者の救済に乗り出した。政府も、来病患者の自社周辺などへの集中状態を、解消すべく療養所への隔離政策が行ったが、その中で、旧来の名目で近世までとは異なった形での、患者の迫害も生じた。 1875年、来菌の発見者であるノルウェーのアルマウェル・ハンセンが英文で初めて発表を行い、その後感染症としての感染力の弱さが明らかとなり、治療法も確立した。しかし、その後も患者やすでに治癒して体の変形などの後遺症を持つのみとなった元患者への強制隔離政策は続き、 非人道的な人権侵害が行われた。日本では、来予防法が1907年に制定され、患者は人権をほとんど認められず、強制隔離、不妊手術の強要が実施された。1996年、ようやく、来予防法が廃止された。2002年、小泉純一郎首相が公式に謝罪し、治療法確立後も強制隔離を続けた国の、 責任を認めて、元患者との和解が、ようやく成立した。しかし、今もなお病気に対する正確な知識の欠如から、後遺症に対する差別に苦しむ人が多い。1498年のメディカルイラスト梅毒の原因には、先制術が関係すると考えられた。梅毒は、元来は、ハイチの風土病だったのではないかと考えられ、コロンブス一行が、 現地の女性との性交渉によりヨーロッパに持ち帰ったとされる。バイドクはヨーロッパ諸国も介入した16世紀のイタリア戦争を通じてヨーロッパ各地に広がったためナポリ病と称することも多い。アジアへはバスコダガマの一行が1498年頃インドにもたらし日本には英正9年に中国より和光を通じて伝わったとされ江戸時代初期には 徳川家康の次男、結城秀康も梅毒に罹患している。日本で流行する前に、琉球王国、特にその下流海で大流行し、古くから下流海にいる人の罹患率が高かったので、梅毒は、フルッチと称され、また、沖縄では、梅毒患者のことを、フルッチと呼ぶようになった。梅毒の治療薬としては、化学療法を唱えた。 ドイツのパウル・エールリヒとエールリヒの研究所で薬学実験を担当していた日本の医学者、畑佐八郎が1910年に発見したサルバル酸という有機ヒ素化合物が有名であり、これは合成物質による世界最初の化学療法剤であった。また、サルバル酸の発見は、後のペニシリン等合成物質や、 サルファ剤等の化学療法剤の発見を促したのである。レプティジャーナルコレラを残忍な死神として描いているコッホコレラ病棟コレラは、コレラ菌による感染症で突然の高熱、嘔吐、下痢、脱水症状が起こり、その感染力は非常に強く、これまでに7回の世界的流行が発生し、2006年現在も第7期流行が継続している。 最も古いこれらの記録は、紀元前300年頃のものである。その後7世紀の中国、17世紀のジャワでも、これらと思われる悪役の記録があるが、世界的大流行は1817年に始まっている。1832年4月、これらが増え始めたパリでは、誰かが毒を投げ込んだという噂が飛び交い、毒殺犯人とみなされた人々が、 民衆に暴行を受ける事件が起こっている。この事件では数名が殺害されている。これらの流行した1830年代のヨーロッパでは至るところで毒殺説が囁かれ、中には医師が疑われて殺害されたこともあった。ロンドンでもパリでも病気は道路と水路に沿って広がり、ことに貧民街での被害が著しかった。 19世紀前半のこれらの流行は19世紀初頭以来の急速な都市化の進んだ時期でもありヨーロッパの大都市はどこも劣悪な衛生環境にあったこれらの消滅によって感染症は人間の病である以上に社会の病であることを多くの人が通説に感じたのでありその中から社会の健康を考える公衆衛生学や上下水道の整備や 道路克服なども取り込んだ近代的な都市工学という学問分野が生まれた。また、イギリスの外科医、ジョン・スノーは、ロンドンでのこれら流行に際し、死亡者の生活状況を四分割表を用いての、クロス分析という統計学的な手法を用いて、生活改善を提案し、これらの業績により、疫学の父と称される。1884年には、 ドイツの細菌学者、ロベルト・コッホによって、コレラ菌が発見され、医学の発展、貿易体制の強化などとともに、アジア型コレラについては、世界的流行は起こらなくなった。ただし、アジア南部及びアジア東部においては、コレラの流行が繰り返され、中国では1909年、1919年、1932年に大流行があり、 インドでは1950年代まで続いて、いずれも満単位の死者を出すほどであった。これらの流行を防止するため、下水道の整備などを大都市における公衆衛生政策が発達し、ゴミ箱が普及し、検疫体制が整備されて、その多くは現代にも引き継がれている。また、科学的な疫学も1854年のロンドンでのこれら大流行において、ジョン・スノーが 公衆の井戸水が原因であると指摘したことが始まりである。これらは反面衛生的な近代都市の生みの親となったのである。古代エジプトで結核で死亡したと思われる人のミイラ結核は結核菌によって引き起こされ、全身の倦怠感、食欲不振、体重減少、摂氏37度前後の微熱が長期間にわたって続く就寝中に、 大量の汗をかくなどの症状を伴い、外装が、疾患の進行に従って発症してくる。かつては、不治の病、死の病、難病とされ、白いペストと呼ばれることもあった。結核菌は1882年、細菌学者、ロベルト・コッホにより発見され、1943年には、セルマン・ワックスマンとワックスマン研究室の学生であった。 アルバート・シャッツによるストレプトマイシンなどの抗生物質が現れて、結核は感知する病気となって、患者は一旦激減した。しかし、近年、学校や老人関係施設、医療機関等での集団感染が増加しており、結核治療中の患者は日本だけで約27万人に上り、新たな結核患者が年間3万人も増加している。 世界保健機関の推計では、世界人口60億人の3分の1にあたる20億人が、結核菌に感染していると発表している。これは、抗生物質の効かない、耐性結核菌の発生によっており、菌の逆臭と呼ばれることがある。また、抗転性免疫不全症候群との結びつきが指摘され、今や結核対策は、 エイズ対策でもあると考えられるに至っている。チフスはもともと発信チフスの時に見られる高熱による渾水状態のことを古代ギリシアのヒポクラテスがぼんやりした煙がかかったを意味するギリシア語チフスと表記したことに由来すると言われるが長い間発信チフスと超チフス、パラチフスの区別がなかった。超チフスやパラチフスは 16世紀のイタリアの数学者でもアリー社でもあったジェロラモ・カルダーノが発見者と言われているが、これは共にサルモネラの一種であるチフス菌によるもので発信チフスとは全く異なる条件か異なる病原体が原因で起こるものである。症状が似ているため区別が遅れた。1836年に、 ようやく両者の識別がなされて、別の疾患として扱われるようになった。カツラをかぶったニュートン発信チフスとは、コロモジラミが媒介するリケッチアによる感染症で、高熱、咳、発信が特徴である。人口密集地域、不衛生な地域に見られ、冬季または寒冷地での流行が顕著である。1490年、スペイン兵がキプロス島から、 発信チフスを持ち込み、ヨーロッパで流行し、1545年にはメキシコで流行した。17世紀以降、ヨーロッパの王侯貴族や裕福な中、上級市民の間で頭髪を丸刈りにして、カツラを被る習族が大流行した背景には、白身予防の意味もあったという。1812年のナポレオンのロシア遠征の際には、フランス軍で大流行し、 大勢の死者を出した。19世紀の発信チフスの流行は、これらとともに労働運動活発化の一因となり、各国は都市の改造や公衆衛生を徹底させるなどの都市政策を行った。第一次世界大戦下のロシアでは3000万人が罹患し、その1割に当たる人々が死亡している。また、ナチスドイツによるユダヤ人虐殺のための強制収容所内でも、 大流行した。フランスの細菌学者、シャルル・ジュール・アンリ・ニコルは、フランス植民地のチュニスにおいて、風土となっていた発信チフスを研究し、病院に入院すると感染しない傾向が見られるから、院内と院外の条件を比較して、患者の衣服に着目した。ニコルは1928年に発信チフスの研究で、ノーベル生理学、医学賞を受賞している。 リケッチア症は、リケッチアという病原体が、ダニなどの接触動物を媒介として引き起こす感染症である。リケッチアは、ウイルス同様、細胞外では増殖できず、抗生物質も効かない。リケッチア症には、上述した発疹チフスのほかロッキーヤマ抗反熱や日本抗反熱がある。ツツガムシによって媒介され、オリエンティアツツガムシへの感染によって引き起こされる。 つつが虫病もリケッチや症に属する。マシンウイルスマシンは一般には鹿と言われ、マシンウイルスによって感染する。感染力は極めて強く、高熱、咳、鼻水、全身性の発疹を伴い、口中にコプリック藩と呼ばれる白い反転ができる。日本でも古くから知られ、平安時代以降の文献に、 しばしば登場する赤の傘は真シ真であろうと考えられている。省略から聴徳への改元のあった995年に全国的な伝染病となって平安系を直撃、貴族も多数死亡して政治に混乱をきたした。古来ほとんどの人が一生に一度はかかる重症の伝染病として知られ、かつては命定めと呼ばれて恐れられたため、 全国各地にマシンに関する民間信仰が伝わっている。富山県高岡市では、はしが流行するとくも流の手形の紙をもらい、くも流宅と書いて、門口に貼って、山井桶けにした伝承が残る。神奈川県、横浜市や山和市、藤沢市に点在する、サバ神社を1日で巡る、7、さ巡りを行うと、はしや百日石の山井けになるといい。 愛知県や三重県では、アワビの貝殻を戸口に吊るして、橋しかよけをしたという。江戸時代の庶民にとって、地震や火事と共に恐れられたのが、感染症であったが、特に放送、マシン、水放送は、5約3秒と呼ばれて恐怖された。世界保健機関では2015年3月27日、日本をマシンの排除状態にあると認定した。排除状態は、 日本に到着するウイルスによる感染が3年間確認されない場合に認定されるジェンナーの死闘人々は牛刀を人間に植え付けることに抵抗感を持ち普及には時間を要した天然刀は有史以来高い死亡率治癒しても反根を残すことから世界中で不治悪魔の病気と恐れられてきた代表的な感染症である闘争ともいい 天然痘ウイルスによる高熱、嘔吐、腰痛があり、全身に発疹する。すでに1万年前には、人の病気であったらしい。天然痘で死亡したと確認されている最古の患者は、古代エジプトの第20王朝のファラオラムセス5世で、あり、ミイラの頭部に、天然痘の痘クリアがあることを確認している。彼は、紀元前1157年に死亡したと見られる。 165年のパルティア遠征中のローマ軍の中で発生し、この後、ローマ帝国内で流行したと言われる伝染病は、今日では天然痘であると考えられており、これによりローマは深刻な兵力不足に陥って、国力水亡の原因の一つとなった。天然痘は四世紀以来、アジア各地で流行している。中国では、ジェンナーによる首都が試みられる前から、 発信のかさぶたを用いた人頭が盛んに行われていた。日本では、律令国家の完成期で、中央集権化が急速に進んだ、奈良時代に天然痘が大流行し、天平7年から天平10年の流行では、総人口の約3割が死亡したという資産もある。好んで宴会を開いた、藤原ムチマロ、ふささき、マロの4兄弟は、 天然痘にかかって、相次いで死去し、時の最大権力者で不人の孫ないし女性にもあたる、聖武天皇が、東大時代物を混流することを決めた背景には、薬病をどうにかして沈めたいという強い意志があったと考えられる。16世紀に、スペインがアメリカ大陸を侵略した際、このウイルスを持ち込み、奴隷労働と相まって、 先住民人口が激減する不幸な事態となった。W.H. マクニールは、エルナン・コルテスが1521年に600人弱の部下で数百万の民を擁するアステカ王国を軍事的に征服したのみならず、文化的、精神的にも征服し得たのは、コルテス一行が持ち込んだ天然痘ウイルスによって、アステカ王国の首都で天然痘が猛威を振るっていたにもかかわらず、 従来のアステカの事物はそれに対し全く無力であったことに起因するとしている。1533年のフランシスコ・ピサロによるインカ帝国の征服も、それに先だって中央アフリカからミカド大のコロンビアの領域にもたらされた天然痘による死者が膨大なものであり、人口の60%から94%を失ったことによるとされる。 1526年には、インカ皇帝のワイナカパックや、宮帝の進化たちの大部分が天然痘が元で、死んでいるが、後継者とされたニナンクヨチも、また天然痘で命を落としてしまった。そのため王位をめぐる争いがアタわるパと、ワスカルのイボ兄弟の間で起こった。圧倒的少数者であったピサロが勝利できたのは、鉄製の武器や馬の使用によるところが大きかった。 しかし、天然痘ウイルスによって人口が急激に減少した、インカ帝国は、スペイン軍が侵入した時、すでに内乱を抱え、崩壊寸前であった。アステカ、インカの両帝国の崩壊はいずれも、馬や敵、火砲を持たない軍事的敗北の結果と言われるが、それ以前に、天然痘が消滅を極めたことに伴う帝国側の、戦闘力喪失が、大きな要因だったのである。 17世紀前半には北アメリカ東部のインディアンで天然島が流行している。また、18世紀のフレンチ・インディアン戦争ではイギリス軍により生物兵器としてインディアン殲滅を目的に使用された例がある。また、アメリカ独立戦争では英国軍をカナダに追い詰めてカナダがアメリカ合衆国領となる事態までとなったが、この時、独立軍に 天然痘が流行したと言われる。なお、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトも11歳の時、天然痘にかかり、その痕跡がいくつもあったと言われている。首都法を確立した、ジェンナー1721年、オスマン帝国で発達した、トルコの人痘接種法がヨーロッパに伝わったが、これは、天然痘それ自体の発病の危険を伴う、ものであった。 1798年、自らも人痘接種を受けたことのあるイギリスの医師、エドワード・ジェンナーが、牛頭にかかったものは人痘にもかからないという農夫の話を聞き、主糖を開発して8歳の少年に牛頭を接種した。これが世界における予防接種の先駆けであり、一種の人体実験でもあった。ジェンナーは、自身の幼い子供にも予防接種を行い、また、 首藤の乾燥保存に成功した。これは、史上初のワクチンである、天然痘ワクチンの行使となった。以後、首藤の普及に伴い急速に天然痘の流行は少なくなったが、ソ連の独裁者、ヨシフ・スターリンは顔にはっきりと芋が残っており、天然痘によるものとされている。なお、アメリカ合衆国で最初に接種を受けた人物の中に、 第3代大,大統領のトマス・ジェファソンがいる。天然痘は1958年に世界保健機関総会で世界天然痘根絶計画が可決され、根絶計画が始まった。1970年には西アフリカ全域から根絶され、翌1971年に中央アフリカと南米から根絶された。1975年、 バングラデシュの3歳女児の患者がアジアで最後の記録となり、アフリカのエチオピアとソマリアが流行地域として残ったが、1977年、ソマリアのアリマオ・マーランを最後に、天然痘患者は報告されておらず、3年を経過した1980年5月8日に、風は根絶宣言を行った。天然痘ウイルスは現在、 アメリカとロシアのバイオセーフティーレベル4の施設で厳重に管理されている。天然痘は人に感染するウイルス性感染症の中では人類が根絶した唯一の感染症である。古代エジプト壁画に見られるポリオポリオは小児に発症が多かったことから小児麻痺の名でも知られ、日本での正式名称は急性開白髄炎である。ポリオの名称は 英語のポリオブマヤライテスの前半部分に由来しており、中枢神経である脳開白部と脊髄に病変が生じるところからの名称である。ポリオはピコルナウイルスカエンテロウイルス属のポリオウイルスを病原体とする感染症であり、脊髄神経の開白質を犯すため、はじめの数日間は風邪をひいたような症状が現れるが、 その後急に足や腕が麻痺して動かなくなる病気である。ポリオウイルスに感受性があるのは霊長類だけであり、自然宿主は人だけである。ポリオについても、その歴史は古く、エジプト第18王朝の石碑に、片足が萎縮して杖をついた人物が告されているが、これが、症状から見てポリオであろうと推定されている。日本では、 北海道東屋湖町の縄文時代後期の高古遺跡入江貝塚から出土した女性人骨にポリオ痕跡の可能性が高い遺体が認められるが日本へのポリオ流入は明治以降であるという有力な反論があり定説には至っていないポリオウイルスに感染したとしても後遺症として麻痺が残るのは100分の1ないし1000分の1と言われている ポリオ患者として知られる著名人は数多く、その中で麻痺が残ったのは不運なケースと言えるが、その麻痺を克服して成人後に大きな業績を成し遂げた人も多い。例えば、日本社会党委員長であり横浜市長も経験したアスカタカズをニュートリノの研究で2002年のノーベル物理学賞を受賞した小柴正都氏。 1960年ローマオリンピックで女子短距離3種目で金メダルを獲得したウィルマルドルフなどが知られる。車椅子姿のエフ・ルーズベルトなお、ポリオ患者として有名であった人物に第32代アメリカ合衆国大統領のフランクリン・ルーズベルトがいる。1921年にポリオに罹患したエフ・ルーズベルトは自らの麻痺症状の治療のために 1926年にジョージワ州ワームスプリングスの温泉地に土地を購入して別宅を建てた。しばしば同地に滞在したため別宅はリトルホワイトハウスと呼ばれ1945年4月にそこで死去している。エフルーズベルトは自らの障害体験から障害者支援には積極的で大統領就任後ポリオ対策のために 国立省に麻痺財団を設立して募金活動を行い、ワームスプリングスには彼の死後、ルーズベルトポリオ病院が建てられた。ただ、彼自身は日常生活において車椅子を用いていたものの、その姿をマスメディアに見られるのを嫌い、車椅子姿の写真も2枚しか残っていない。また、メディア側もあえてそのことを報道しなかったため、 当時のアメリカ国民は大統領に麻痺があったことは、ほとんど知らなかったという。2003年、エフ・ルーズベルトは、実はポリオではなく、神経疾患である、ギランバレー症候群であったという記事が、アメリカ合衆国の医学情報誌に報告された。それによれば、39歳という壮年に達してから、発症したことや、彼の症状8項目のうちの6項目が、 ギランバレー症候群に特徴的な症状を示し、ポリオを示す症状は2項目に過ぎなかったことから、ギランバレー症候群であった可能性が高いということである。バームスプリングスのポリオ病院も、今日では、リハビリテーション施設に変わっている。ウエストナイル熱の病原体であるニシナイルウイルスは、フラビウイルス科に属し、その一族である競技のフラビウイルス属は、 デングウイルス、日本農園、ウイルス、ダニバイ海性農園ウイルス、黄熱ウイルスの4グループに分類され、そのうち、日本農園ウイルスのグループを構成するのは、西ナイルウイルス、セントルイス農園、ウイルス、マレーバレーウイルス、ジ人ウイルス、そして、競技の日本農園ウイルスの5ウイルスである。ウエストナイル脳炎ウエストナイル脳炎の発生と、前後して、大量死が確認された。 アメリカガラス、マラリア説で触れたように、従来、紀元前323年6月10日に、メソポタミアのバビロンで死去したマケドニア王国のアレクサンドロス3世は、その高熱という症状やインドからの帰還での死という、地理的要素から、古来、死因はマラリアであると考えられてきた。しかし、2003年、アレクサンドロスの死は、西ナイルウイルスによるウエストナイル農園では、 なかったかという学説が登場した。その根拠は、古代のバビロンが、現代のニシナイルウイルスの流行する分布域に属していることのほか、1世紀から2世紀にかけて活躍したギリシア人著述家、プルタルコスの対比列伝の中の以下のような記述である。アレクサンドロスがバビローンに入ろうとしている時に、城壁のところまで行くと、多くのカラスが喧嘩をして、 互いにつつき合い、そのうちいく赤が、大王の足元に落ちた。公的な記録によれば、アレクサンドロス大王は高熱を発して、ずっと熱が下がらず、その間激しく喉が渇いて、葡萄酒を飲み、上ごとが始まって、発熱後10日目に亡くなったと言われる。これらの症状は、ウエストナイル熱や、ウエストナイル脳炎の症状と矛盾しない。 動物媒介性の感染症の新たな出現や電波は飛行機や船による人類や分物の大量移動を基礎として、例えば近代化、工業化や地球温暖化などによって媒介動物であるかの生息条件が変化して分布域が変動、拡散し、またその宿主の生息域が変動するなどの事象によっており、感染症の生態学と呼ぶべき一つの 研究領域が成り立つような条件を生じさせているが、他方では、アレクサンドロスのシーンのように、過去に遡って、史実の解釈さえ、再検討の訴状に乗せる、可能性を有しているのである。日本農園アジアにおける、日本農園の発症分布日本農園は、日本農園ウイルスによる農園であり、日本や、東アジア、東南アジアを分布域とする。 感染者の発症率は0.1%から1%と推定されており、そのほとんどが不健性感染である。日本での媒介者は死として小型赤いエカと言われるが、熱帯地域では他のかも媒介する。潜伏期は6日ないし16日間とされ、高熱を発して、痙攣や意識障害に陥る。発症してからは対症療法に頼るしかない。 発症した場合の致死率は10ないし20%程度と推定されるが、発症者の半数以上は脳にダメージを受け、脳障害や体の麻痺などの重篤な後遺症が残る。1954年、日本では不活化ワクチンの干渉接種が開始され、1965年には高度生成ワクチンの使用が始まった。日本での患者は、 1967年から1976年にかけての積極的ワクチンの接種によって劇的に減少したと言われている。スペイン風邪の患者でごった返すアメリカ軍の野戦病院期限前412年、医学の父と呼ばれたヒポクラテスはすでにインフルエンザと思われる病気の大発生について記録している。インフルエンザは1889年に 大流行した時、ドイツの元軍医で、コフホの衛生研究所にいたリハルトプファイファーが、患者より、グラム陰性の細菌を分離することに成功し、1892年に、インフルエンザ菌と名付け、これこそが、インフルエンザの病原体であると発表した。この後、インフルエンザの病原体をめぐっては、論争が繰り広げられたが、1933年に、決着した。 最も被害を出したインフルエンザの流行は、スペイン風邪である。1918年、アメリカ合衆国の兵士の間で流行し始め、人類が遭遇した、最初のインフルエンザの大流行となり、感染者は6億人、死者は、最終的には4000万人から5000万人に及んだ。当時の世界人口は12億人程度と推定される、ため、 全人類の半数もの人々がスペイン風邪に感染したことになる。この値は感染症のみならず戦争や災害などすべての人の死因の中でも最も多くの人を短期間で死に至らしめた記録的なものである。死者数は第一次世界大戦の死者をはるかに上回り、日本では当時の人口5500万人に対し39万人が 死亡、アメリカでは50万人が死亡した。新興感染症は、世界保健機関の定義によると、新興感染症は、かつては知られていなかった、この20年間に新しく認識された、感染症で、局地的に、あるいは国際的に、公衆衛生上の問題となる感染症とされている。 レッドリボン1981年6月にアメリカのロサンゼルスに住む同性愛男性4人に初めて発見され症例報告された進行感染症である。ただし、これはエイズと正式に認定できる初めての例で疑わしい症例はすでに1950年代から報告されており、中部アフリカ各地などで痩せ病という疾患群が報告されていた。 1982年7月、この病気はエイズと名付けられ、1984年にはエイズウイルスが発見された。1981年の症例報告後、わずか10年程度で感染者は世界中で100万人にまで広がった。日本では、1986年の松本事件、1987年の神戸事件、高知事件など、 エイズパニックと称される一連のパニックが引き起こされた。これは行政当局や医療機関のあり方に問題がなかったわけではなかったが、むしろパニックに仕立て上げていったのはマスメディアであった。アメリカでエイズが広がり始めた当初、原因不明の死の病に対する恐怖感に加えて感染者に同性愛者や麻薬常習者が多かったことから感染者に対して 社会的な偏見が持たれることも多かった。アメリカはエイズパニックを体験した最初の国であった。現在は病原体として人免疫不全ウイルスが同定され、異性感染行為による感染や出産時の母子感染も起こり得ることが広く知られるようになった。しかし、未だこの病気に対する知識の不足から来る差別や偏見が見られる。日本では 主に血友病の患者に対して、非加熱製剤を治療に使用したことから、多数の HIV 感染者及び、エイズ患者を生む薬害エイズ事件を引き起こし、大きな社会問題となった。それ以外で HIV に感染する可能性は、HIV 感染者との性行為であるため、相手が、HIV に感染していないことが確実でなければ、性行為を行わないか、 あるいはコンドームを用いて感染の可能性をなくすことが大切である。また、早期に治療を開始するためには HIV 抗体検査が必要である。エイズはアメリカをはじめ世界各地で患者や感染者が増加しており現代医療の大きな課題といえる。各国でエイズ予防キャンペーンが繰り広げられている。2000年にウガンダで流行した イの隔離病棟に収容された患者エボラ、出血熱は、1976年6月の、スーダンのヌザラという町で倉庫番を仕事にしていた、男性が急に39度の高熱と、頭や腹部に痛みを感じて入院。その後、消化器や鼻から激しく出血して死亡したことを、最初の確認例とする、進行感染症である。その後、 その男性の近くにいた二人も同様に発症して、これを発端に血液や医療器具、エアロゾルを通して感染が広がった。最終的にヌザラでの被害は感染者数284人、死亡者数151人というものだった。この最初の男性はザイールのエボラ川付近の出身で森に深く入って炭焼き小屋に長く生活したことがあり、 病原菌との関係が考えられるため、この病気を引き起こしたウイルスの名前をエボラウイルスと名付け、病気もエボラ出血熱と名付けられた。症状は全身の出血のほか、臓器のエシもある。その後エボラ出血熱は、アフリカ大陸で十数回にわたって突発的に発生、流行しており、 感染した時の致死率は50%から89%の範囲にあって非常に高く、また有効な治療法もないことから非常に恐れられている。ただし血液感染のため患者の血液に触れなければ二次感染は起こらず、アフリカにおいては病院の注射器や看護者を通じて感染が広がったものである。この感染症は熱帯雨林の開発によって 人が新たな病原体に遭遇したもので、ガボンではチンパンジーから感染したと言われているが、ウイルスの自然宿主はまだ分かっていない。2005年12月、ガボンの医学チームは、感染するが発病していないというコウモリを発見しており、宿主の可能性を報告した。エボラ出血熱は2014年7月以降、リベリア、シエラレオネ、ギニアなど、 西アフリカ諸国で大流行し死者は1000名を超えた。8月上旬にはこの感染症の治療にあたった医療チームの外国人医師も感染した。医療チームの米国人2名に対して投与された実験用の抗体治療剤ズマップに効果が見られたことからこの未承認薬の患者への投与承認を求める申請が風になされた。またこの治療剤は アフリカ人医師にも投薬された。一方、フランスでは、リベリアで医療活動中に感染して帰国した女性看護師に、日本の富士フイルム、富山科学が開発したインフルエンザ治療薬、ファビピラビルが9月から投与され、解放に向かっていることが分かった。この治療薬は、エボラ出血熱に対する承認は得ておらず、エボラ出血熱の患者への投与は、初めてだった。 サーズ台湾のサーズ治療院20世紀に入ると、次々と新しいウイルスが登場したが、サーズコロナウイルスは21世紀に見つかったウイルスであり、それによる感染症は重症急性呼吸器症候群と呼ばれる。高熱、外装、息切れ、呼吸困難、低酸素血症あるいは肺炎などの症状を伴う。2002年11月16日に、 中華人民共和国の関東省で40歳代の農協職員が発症した例が最初とされたが、公衆子呼吸病研究所は最初の患者は7月に遡ると発表している。11月の発症後、中国政府はこの疾患が広まらないよう対処する。一方、世界保健機関にこの情報を知らせたのは2003年2月であり、 自国の名誉と信用を守るため報道を規制した。秘密にした結果、国際的な対応が遅れ、被害を拡大させてしまったため、中国政府は後にこのことを謝罪している。2003年4月3日、日本政府は SARS を新感染症として取り扱うことを発表、さらに4月17日、原因が判明したため指定感染症へ切り替える方針を発表した。 4月上旬、SARS が大問題としてメディアで取り扱われている頃、中国政府の公式方針は変わったが、北京の軍病院で実際の患者数より少なく発表していたのが判明したのもこの頃である。国際世論の強い圧力の後、中国政府は府などの国際公務員がこの件に関する調査を行うことに同意した。これにより、度の分散、形式主義、 コミュニケーションの不足など、中国医療制度の古い体質が暴かれた。4月下旬、中国政府は、患者数のごまかしが、医療制度上の問題であることを認め、消費声博士は、中国政府のもみ消しを暴露した。この後、北京市長や保健局長を含む多くの人が、解任され、ようやくサーズ調査と予防に向けた効率的で透明な、 システムが作られるようになった。2003年7月5日に、フーはサーズ封じ込め成功を発表した。最終的な罹患数は、世界30カ国の8422人が、感染916人が死亡した、致命率11%。マーズ2 0 1 2年に発見された、マーズコロナウイルスは、トコブラクダを、 感染源として人に感染すると重症肺炎を引き起こした。2012年9月以来、2020年1月現在も流行中である。2013年5月15日、サウジアラビアの病院の院内感染で人から人感染が初めて確認された。2015年韓国でのアウトブレイクでは186人が感染し、36人が死亡した。 2019年にも、サウジアラビアで14人が感染し、5人が死亡した。2019年11月までに診断確定患者は2494人、死者858人、約27カ国に感染例が波及している。特別な治療法やワクチンはない。新型コロナウイルス COVID-192019 年11月。 中国小北多省武漢市から感染が始まった。新型コロナウイルスによる疾患は、新型コロナウイルス感染症と呼ばれる。2021年8月5日、現在、世界中で感染拡大が続いている。世界全体で2億人以上の感染が確認され、425万人以上が死亡した。一方で1億8000万人以上が回復している。 一番多いのは米国で3500万人以上の感染、61万人以上の死亡が確認されている。ジョン・スノーの調査結果これらによる死者の分布から規則的なパターンが読み取れる。スノーはこれらの原因がブロード街の中央にあるテオシ式の井戸であると判断した。最終的にはテオシ井戸のポンプのレバーを取り外すことでこれらが収束した。 後年の調査によると、肥料に用いるために備え付けられていたお水ダめに1854年8月末の最初の患者の糞便が混入したこと、お水ダめと問題の井戸が90センチメートルしか離れていなかったことが判明した。公衆衛生の起源は古く、都市の起こりによって汚染水や人海の処理がなされないまま放置されると伝染病が、 発生することが、いわゆる、小季節として知られていた。古代に起源を持つ宗教の多くは、日常の食物や飲酒、性的関係の制限、正常さの維持など、健康のための習慣づけを、規範や教義として内包していることが少なくない。古代ローマでは、適切なお物の排出は都市における、公衆衛生の常識として理解されていた。また、ヨーロッパで、 国士病が流行した14世紀には死体を遠ざけておくことが感染を遠ざけると信じられた。近代的な公衆衛生の概念は19世紀のヨーロッパにおいて産業革命後の急激な都市化に伴う住環境の悪化などが感染症の蔓延と結びついているものと考えられ、それに対応していく中で発展してきた。また、 科学的な疫学は1854年のロンドンでのこれら大流行において公衆の井戸水が原因であるとジョン・スノーが発見したことを講師としている。スノーは当時主流であった小季節に対抗して最近節を説いた。これらは消毒の不足によって生じると考えた。従来の小季節ではこれらの流行は自然発生的なものと考えられ、 周期が薬病をもたらすとされていた。しかしスノーは、同じ流行地域でも罹患者の分布は繁盛に、分散していること等の知見に注目して、空気感染説に疑問を持ち、汚染された水を飲むと、これらになるという、蛍光感染仮説を立てた。スノーは、患者が多数発生した地区で、発生状況の精査を行った上、ある意度が、汚染源と、推測。 当てはまらない事例についても調査を行った。当時、ロンドンの水道会社はテムズ川から取水していたが、当時のテムズ川は、お宅がひどく、衛生的とは言えなかった。スノーは、患者発生マップと、各水道会社の給水地域との比較称号を行い、特定の水道会社の給水地域において、これら患者が多発していることを突き止めた。同社の取水口は、 分量陶器の影響を受ける位置にあったのである。最終的に行政当局がこの結果に基づき問題の移動を閉鎖したことにより流行のマニエンを抑えることができた。19世紀前半までのパリもまた悪臭に満ちた不衛生な都市であった。フランス第二帝政の時代、首都を管轄するセーヌ県の県知事となったジョルジュオスマンは皇帝ナポレオン三世の命を受けて 首都の美化を主眼とするパリ改造を行ったが、同時に見えない部分に対しても、浄化と衛生化のための都市改造を行った。オスマンは、主要な道路を拡幅し、水については、遠隔地から水源水を導いて配給して、括弧給水を目指し、また、暗渠式の下水道網を、首都の地下に張り巡らせた。ウジェーヌル,ヌルネプベル1882年。 パリではチフスが大流行して3352人の命が奪われ、また1883年から84年にかけては約50年ぶりにこれらが再びパリで流行し、1884年にはこれらによる死亡者が986人に達した。この頃、共和派のセーヌ県知事として就任したのがウジェーヌ・プベルである。プベルは 国に1ヶ月後の1883年11月、知事例により、ゴミ箱の使用を義務付けた。県知事例は、全11箇条で、ゴミ箱の形状や容量は元より、設置場所も細かく規定したものであった。同様の条例は1884年3月にも、発布され、これらにより、市民には、ゴミの分別が義務付けられ、また、出されたゴミは、 当局が回収していく仕組みが制度化された。従来の速攻に水を流して路上のチリアクタを一掃する方式に加えゴミ箱を徹底的に利用する方式は大きな効果を上げ、パリのゴミ処理問題は超速の進歩を遂げた。プベルによってパリ市民にもたらされた新しい習慣はフィガの紙などのマスメディアからも支持された。こうして 不衛生都市パリの汚名は返上され、衛生的な都市として生まれ変わった。フランス語のプベルはゴミ箱を指す一般名詞として現在定着している。しかし、ゴミ箱方式は分別や管理に伴う費用を節減したい家主や生活への脅威を感じた伝統的な廃品回収業者や古着屋からの抵抗を受けている。1880年の パリ大悪州とそれに続く感染症の大流行は、一方では、下水道の大幅な改造をもたらした。プベルラが進めようとする生活排水と、糞尿、清掃水、雨水などを一緒に排水するトゥタ、レグの方式には、多くの根強い反対論があり、その採用に至るまでには、右与曲折があった。特に、ジョルジュ・オスマンは、自らの傑作である。 回廊式下水道を糞尿で汚染されることに強い嫌悪感を示したと言われている。しかし1892年、これらが再び流行し、このことは建物を直接下水道に接続させた際に生ずる費用を家主や管理者が負担する1894年の条例の発布につながった。こうして全廃水下水道放流方式すなわちトゥタ レグ方式の月水道システムが整備されたのである。日本では、明治の文明開化以降の近代的な公衆衛生に相当する概念として、当時医学の諸制度はドイツを手本としていたため、ドイツ語のハイジーンの概念が衛生な内視衛生学として受容されたが、イギリスの制度も参照された。この頃、長与戦災はヨーロッパを視察し、 生命や生活を守る概念として、ハイジーンが社会基盤の整備を内包し、国家や都市を対象としていることから、その和訳について、あえて、養生を内し健康、保険を転用せず、創始可能エソーソ編にある衛生の語を当てている。明治政府は、その初期においては1874年に異性を交付し、各地方にイム取り締まりを設置。 その後1879年には中央衛生会を設置、公選によって衛生委員を置くなどの体制を採用した。しかし1885年、このような民主的なシステムは廃止され、1893年には衛生委員の機能を警察部に移管、上位達式になった。これは日本の中央集権型行政の進展を意味すると、もに一方では、 急速な感染症拡大への手早い対応を目指していたためでもあった。日本では、ロックフェラー財団からの支援もあって、国立公衆衛生院が昭和初年に発足している。なお、防衛生院第二大院長の小谷義夫は、公衆衛生を公衆団体の責任において、我らの生命と健康とを脅かす、社会的並びに医学的原因を除き、 かつ我らの精神的及び肉体的能力の向上を図る学問及び技術と定義している。1980年、風は天然痘の根絶宣言を出した。人類は医学の進歩や公衆衛生事業の進展により、近い将来、感染症を撲滅することができるだろうと誰もが楽観した。しかし、実際には、 エボラ出血熱や人免疫不全ウイルスの登場などに見られる新たな感染症の登場や結核、マラリアなど一旦は抑制に成功したかに見えたが再び流行した感染症の時代を迎えているさらに医薬品に抵抗力を持つ様々な薬剤体性菌も出現している状況は1970年代以降に発見された 新興感染症の中で主要なものである。感染症が再び問題となってきた背景としては、まず、人や物の移動が大量かつ短時間に行われるようになったことが挙げられる。中国南部を起源とする SARS がわずかな期間で世界中に広がったことは、航空機の利用により、人々の移動が活発化したこと。さらには、 世界経済の一体化が進行していることとも深い関係がある。次に、熱帯雨林の開発により、人類が新しい病原体と出会うようになったことが挙げられる。エボラ出血熱などが、そうした事例に属する。薬剤耐性菌の出現に関しては、医療現場で抗生物質が過剰に、または不適切に使用されたり、患者が自己判断で服用。 投与をやめたりすることも原因の一つと考えられている。さらに、インフルエンザの流行などでは、感染症に対する警戒感が弱まり、予防接種などが十分でなくなってきたことが指摘されている。マシンや風疹に関しても、予防接種の未接種などによって従前な免疫が獲得されないことが流行の要因と考えられ、そのため現在では、 基本的に2回接種することとしている。予防接種感染症に関わる、こうした時代状況は、最近の逆襲、薬病の時代などとも呼ばれている。21世紀に入ってからも、サーズが出現して、世界的に猛威を振るった。将来的には、農業開発に伴う、土地開発、環境破壊、都市化、工業化も含む、環境変化によって、こうした、 新興感染症が今後も現れるであろうことが予想され、また最高感染症も含めて感染症を撲滅することは難しいという見通しが立てられている。このような状況にあって必要なことは過度に恐れることではなく適度に恐れることであるという認識、あるいはむしろ感染症との強制が図られるべきではないかという認識も広がっている。冬は パンデミックによる被害を軽減するために医療体制ワクチン公衆衛生対応個人防御の4点を組み合わせて実施することの必要を呼びかけている。ありがとうございます。